姿？ご褒少女やけど、それがどないしはったん？あんたはんの好みと違ってるなら、堪忍な。ん？なーに？なんやの？どうなってるか気になりはるん？これが何かは知ってはるんやろ？そうそう、茨城がな。なんやテレビ言うんを見て、鬼にもああいうのはないんかーなんて言うもんやさかい。まあ、ないこともないなーって。方便？そんなこともないんやけどなー。人の世は人が守るもんやろ？検非違使とか、物の不とか、その辺の。そんなら、鬼の世はどないなってるんやろね。まあ、検非違使やらはいいひんけど。似たようなもんはね、いてはるんやわ。ああ、名前はどんなんやったかね。今の世はどないなんやろね。うちはよう知らへんの。鬼一匹物をなったりはしてへんみたいやけど、鬼の世が細々続いてるんやったら、検非違使もどきもおるやろな。つまり、まあ、それが今の霊気のうち、いうことで、どないやろ。うちも勉強したんやけどな、旦那はん。こんなヒロインは式神みたいなんを刺激しはるんやろ？使い魔の類はそこにいるって？いけず。この箔は抜け殻。うちの魔力やらであんだ人形みたいなもんやさかい。使い魔とちゃうわ。というわけで旦那はん。ちょっとの間、うちの使い魔になるんはどないやろ。あんまり痛くしいひんよ。